アディダスのアリゼロエボ SL と。アディダスプロエボンからインスパイアされてるんですね。8万円するスーパーシューズ、はいはい、フルマラソンで使うとかってありますか？もうありでしょうね。サブ3とかでもいけちゃう。いけると思いますよ。マジ。皆さんこんにちは。こんにちは。カントリップ代表の大森です。今回もシューズアドバイザー藤原さんと一緒にお送りしていきます。はい、よろしくお願いします。今回ご紹介いただくシューズはこちらです。アディダスのアリゼロエボ SL ということで、うん、はい、かっこいいっす。デザインね、かっこいいっす。僕ね、初めて中学生の時にレーシングシューズ買ったの、はい、アディダスなんですよ。その当時から SL って品番はありました、うん、あ、そうなんですか。スーパーライトなんでね。そっか。そう、なんか SL って最近出たなみたいな。あ、そうですね。 SL って必ず昔からあって、うん、SL88 とか SL いくつとか。なん昔マラソンっていうシューズもあったんですよ。マラソン84とかマラソン88とか。そうなんですね、はい、なんですけど、やっぱり今回このデザイン見て、うん、はっと思われる方はエボってついてるんですか？エボってついてますよ。アディオスプロエボワン。はい、アディオスプロエボワンからインスパイアされてですね。8万円するスーパーシューズですね、はいはい、インスパイアされて出来上がったんですけど、はい、うん、でも SL の名も入ってる。そうなんですよ。だから基本的な構造はですね、はい、次出るプロ4というよりは、はいはい、プロ3、はい、アディオスのプロ3と、やっぱりこの SL が混ざって、うん、エボワンにインスパイアされたという感じのややこしい感じなんですけど、なるほど、うん、構造的にはこのライトストライクプロ、はいはいはい、一番こう反発弾性の強い、はい、うん、エネルギーの保存もしてポンってこう返す感じの素材なので、うんうんうん、デイリートレーナーの素材というよりはどちらかというとこう反発がある感じなんですよね。なるほど。でこれ最初はね、非圧縮性成形というとこう、あのエボワンの作り方で出るという話だったんですが、どうやらそうではなくて通常のライトストライクプロですね、はいはい、だからまあ最低思ったのはアディオスプロ3 こっちが欠けてるんですよ。あ、本当だ、うん、これが同じで、まあ、あのね、はい、これ特徴ですよね。あのこっからこう着地してもカーンっていくっちゃうんですよ。すぐカーンっていきたくなるんで、うんうん、ゆっくり走れない。なるほど。ゆっくり走ってるともっと早く走ってちょうだいって言われちゃう感じでシューズから、うん、海外のレビューアーとかゆっくり走るのも気持ちいいって言ってましたけど、俺ゆっくり走れないこれ。やっぱりちょっとテンポを上げて走るイメージのソールが当然ついてます。なるほど、なるほど。そしてアッパーはですね、僕エボを走らなきゃ入れたんですけど、うん、ビニールなんですよね。そうやって表現してもいいと思います。ビニール、おお、ビニール、もう何にもこう、もうすっけすけで全部。本当っすね。でこちらはあのシンプルなメッシュアッパーになってますので、うん、二重のね、うん、思ったよりしっかりします。うん、全然しっかりします。あのカウンターもついてまして、ここヒールカウンター、ね、そうですね、しっかりヒールカウンター、はい、しっかりしまして、うん、足入れするとですね、あのしっかりします、うんうんうん、ただちょっとこうルーズでルーミーな感じなんで、うん、あの割とレースデーシューズって感じではないですね。なるほど。アッパーは、うんうんうん、どちらかというとちょっとしっかりします。なるほど。ただスーパーノーバとかとね比べてどうかというと、はい、もう全然この履き口の端の厚みも違いますし、うんうん、やっぱりデイリートレーナーこうやって見ると全然違うなと思うんですけど。いや本当ですね、確かに。全ての間、エブリシングビットインってやつですねこうちょっとこうアディダスが痒いところに手が届くようなシューズというか、もっと分かりやすい言い方すると、まあこの辺を好きな方、スーパーブラストとか、はい、ペガサスプラスとか、そう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 、ね、そういうこうあのポンポン行って、このブランドが持つ一番こう反発弾性の強い素材を使ったトレーナーというふうに考えた方がいいのかなと。いわゆるスーパートレーナーに入ってくるわけですね、はい、でここではね、はっきりここに踏み込みますよ、はい、まあ、SL ってついてるじゃないですか。そうそうそう、うん、こちらも SL、SL2、うん、SL214,300円、安い、履きやすい、これ十分っす、十分っすですけど、うん、やっぱり SL2 はもっとテンポアップシューズよりです。これでジョグというよりはベチャってきて、はい、まあテンポやったりとか、うんうんうん、まあ少しワークアウトできますけど、うん、エボ SL はもうちょっと使用範囲が広い感じがします。確かにジョグもできるし、ジョグもできる、うん、やっぱりカウンターのね強さは全然違います。これ片手で、はい、こっちはもう全然、あ、本当だ、はい、なのでカウンターがねしっかりしてるとかかとのねこう収まりが良くなりますので、まああの自分の足のラインをですね、シューズが少し保ってくれるような感じになりますから、はい、ちょっとジョグとか、うん、ロングってイメージがしますよね。距離走とか、おー、なるほど、うん、はい、ペース走とか、はいはいはい、インターバルとかっていうのはこちらの SL2 でもいいのかなって、接地感があって、あ、これもライトストライクブラを使ってますからね、うんうん、あの昨日履き上げたんですけど、こちらも履きやすい。なるほど、うん、ですけどもうちょっとロングとか、あとやっぱりこれから出てくる、まあ、アディオスプロとか、ね、うん、まあ、エボを持ってる人はもちろんですけど、そういうトレーニングカンパニーにする感じですね。なるほど、なるほど、うん、
なのでこちらをレースデーにして、はい、こちらはトレーニングで使うっていう発想でもいいと思うし、なるほど、まあ何よりモチベーションがあるでしょ、このデザイン、かわいい、かっこいい、うん、おしゃれ、もうアディダスはね、この3本ラインでこのシューズを表現していくっていうのを ね、 いいね、何年も続けてるわけじゃないですか、はいはいはい、この究極のホワイト&ブラックは一番かっこいいですよね。かっこいいですよね。いや、わかります。まあ、あの同時にね、ブラックベースのものも出るんですけど、ブラックベースもかっこいいですよね、あれもね。だからまあやっぱりこうモチベーションがあるので、はい、あのエボワン買う人いるかもしれないですけど、エボワンもね同時にあのカミングスーンで出てくるんですけど、そうですね、82,500円、はい、やっぱりねトップオブトップのシューズなんで、はい、あちらをどう使いこなすかっていうのはもうお任せします。僕はちょっと無理だと思います、はい、うん、手が届くお値段で使いやすいやつを履いてエボワンっぽいぽい、確かに、うん、そうかも、そう、エボワン買えないけどエボ SL ならいける、これ履いてたらね、あの平塚競技場で実業団の監督とかも見てました、はい、ですか、あれはエボワンじゃないか、あの親父何入ってんだみたいな見てました。でもあのすごい目を引く、やっぱりこうアディダスとしてもエボワンね、はい、みんなに履いてもらいたいというよりはやっぱりトップの選手の、うん、まあ、ルールでやっぱり発売しなきゃいけないのもあるし、うん、ね、まあ、履ける人はもちろん履いていただきたいと思うんですけど、うんうんうん、皆さんはこちらを履きましょうというね、うん、形で出してますので、はい、これは売れると思います。これは売れそう、やっぱりね、ライトストライクプロでこのロッツなしなんですよ、うん、これだからフルレングスですもんね、フルレングスのライトストライクプロで、うん、贅沢に、はい、エナジーロッツが入ってないっていう感じなんですね、ものすごい使いやすい、だから踏み込んだ時のこうエナジティックなこう潰れてこう行くぞって感じあるんだけど、はいはいはい、やっぱりロッツがあるともっと蹴り足が強くなるんですね、やっぱこう自分の足で走ってる感覚もあるし、うんうんうん、着地の時のこのエナジティックさは、うん、さっきみたいにゆっくり走っていけない感じがするので跳ね返してくるっていう、はい、すごいリズムよく走りたいとか、なるほど、テンポランでロング走したりとかっていう時にはすごくいいんじゃないかなと、はい、フルマラソンで使うとかってありますか？もうありでしょうね。全然あの古い研究ですけど、うん、はい、カーボンプレートのシューズをカーボン6等分したのかな、こう切っちゃって使っても 0.何% しかランニングエコノミーって変わらなかったんですよ、うん、ちょっと落ちたんですけど、もちろんね、うんうん、まあ、蹴り出し助力なんで、なるほど、もしかするとサブ3したいっていう人でも、はい、うん、アディオスプロだっていうの分かるんですけど気持ち、うん、分かります、もしこうグワーってなってる人でサブスリーできないんだったら後半落ちてるってことですね、そう、ふくらはぎバンバン張っちゃうとか、蹴り出しにプレートなしで行った方がいいかもしれない、むしろ十分です。サブスリーとかでもいけちゃう、いけると思いますよ、この素材自体のね反発が結局その推進力に貢献してるって研究が多いんですよ。プレートはあの蹴り出しの助力、うんうんうん、あとはもうほとんど素材、なるほど、あのランニングエコノミー上げてるの、はいはいはい、そう考えるとそれもいけます、そっか、うん、サブ4とかじゃない感じがします。もっと行っちゃう。もっと早い。うん、もっと行っちゃう。そうなんですね。うん、だからなんかスーパーブラストはサブ4ラインだなと思うんですけど、はい、エボ SL はやっぱりちょっとこうモチベーティブな感じがあるので、そうですね、課題によってはサブ3とか、うんうんうん、あとも3時間半以上の方とかで、うんうん、しっくりくる方もいらっしゃると思います。なるほど、まあ、シンプル、軽さもね、重さも 224g っていうことでね、軽いですからね、うん、シンプルで、あのコンチネンタルラバーも全速分、いや本当ですよね、うん、めっちゃいい靴ですね、はい、まあやっぱり高速部に使ってないところを見るとやっぱりこうジョグでは使うのは耐久性には問題ありますけどね、うん、これはあの結構走れるランナー中心にめちゃくちゃ売れるでしょうね、でしょうね、これはもう間違いないです、ね、うん、ということで、はい、今回ご紹介いただいたのはアディダスのアディゼロエボ SL でございました。皆さんありがとうございます。シューズの詳細概要欄にも貼ってますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。コメント高評価もお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。ラントリップアプリで走るとマイルが貯まる。貯まったマイルはラントリップストアのクーポンと交換できる。ラントリップでお得なランニングライフを。